ちょっと降りますか。どこにあるんだろうね、テントね。よいしょ。おかえり。ただいま。ちょっと、じゃあ。わこち。わこち。いや、帰りなさい。いらっしゃい。ちょっと、じゃあ、棒読みを最小限にしまして、差し入れを持ちました。古すぎるでしょ、これ。わこ。早くなった。わこ、いらっしゃい。早くなった、ほんと？どこにあるんだろう、テント。うわ、足元も全然見えないけど。暗く。人とぶつかりそうな。どこ？やたらと賑やか。ああ、こういったテントいっぱい張ってあるわ。え？全然見えない足元。なんか踏んだよ。暗い。よっこいしょ。紐があるよ。気をつけてって言ったら私が転びそうになった。向こうの方でね、リア充たちが。あっちにテントがいっぱい張ってるけど、左の方に。こんなんわからんぞ。あ、本当だ。清水いつもより声がかっこよく話しているね。ほう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 。え、どこだろう。21番の。すごいいっぱいテント張ってて。あ、いい匂いする。清水気取ってるのか、アハハは受ける。これ17番。気取ってる。ほう。テントたくさんあるの。今日はね、すごいいっぱいいるって聞いた。今日はすごいいっぱいいるって聞いたよ。しみちゃんのは多分テント一つしか張ってないんだと思うんで、どこ？駐車場の真ん前だよ。駐車場の真ん前？今の駐車場のとこかな？え、すんげえ、こんなにキャンプ場に人いるんだ。はぁ。これさ、東の方にもテントあるんだ。テントじゃなくて、あの、駐車場あるんだけど。突っ込まれてる。駐車場の前だったな。駐車場の前。なんか、張り方適当だったような気がするんだけど、暗くて全然わからん。ランタンもないですし。こんな奥じゃないのかな、じゃあ。もっと東の方かな。すごい暗いね、これね。あら、こんなおしゃれなテントは。ちょっとマジでわかんないんだけど。清水嬉しそうだな。よかった。いや、それはもう、駐車場の前だって、すごい賑わってる。あ、こんなに、こんな楽しそうなの。駐車場の前だって言ってたよ。だ、あっちかな？逆かな？戻ろうか。これは確かに寝袋なくても寝れそう。暑いもん。バーベキューやってる、バーベキュー会場みたいなとこがあるけど、その近くかな。こんな人の横には止めないよね。これ違うよな。しみちゃんのテント。わかんない。いや、なんか踏んだ。清水、いい加減に七種ちゃんと付き合えよ。ちょ、しみちゃんの和声で言ってちょうだいよ。すんげー人いっぱいいる。いや、いやはや、びっくりですよ、私。この辺が駐車場の前だよ。自前だよ。自前のテントだよ。17番だったでしょ。南部、東部、第二って書いてあるけど。ありがとう。何番やった？何番だった？21番じゃなかったっけ？名札みたいなの。清
でも、ラフダみたいなのもらってなかったっけ。水普通にデート配信してる。めっちゃおもろい。面白い。そうですか、そうですか。あれかな？あ、なんかそれっぽいのあったんだが、あれだな、きっと。すごく、あの、ぽつりと、ぽつりと一つだけあるのがあるけど。なんかそれっぽい。それっぽい。それっぽいな。これじゃね？つまずきました。なんかの切り株に、切り株にちまじゅいた。これだ。これだよ。これこれ。多分これ、どっから開けるん？これ？うん。入り口で開けたら中にミラータンがいるはずだから、どうやって開けるんよ、これ。入り口がわからへん。これだと思うんだけど、どうやって開けるんだろう。これ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 で間違い21番だったよね。覚えてる人いますか。突撃なんだね、わら。え、ナナシャン帰るん、どっかに。入り口どこだろう。この中にさ、多分あれがあるんだよ、あの入り口がわからん。勝手に開けていいのかな。でも入っていいって言ってたからね。しみちゃん入れて。七つ逃亡したらしい。え、逃亡した？なんで？あ、ここが入り口か。ちょっと照らしてて。お邪魔しまーんこ。本当に入るよ。これ一応本人の了承得とるからね。え、本当に？どうやって開けるかわからんな。開け方わからん。清水はマジで。え、帰っちゃうの？何で帰るの？どうやってファスナー開けるんだろう。入って退避しておく。入っていいって言われたから、許可は、本人の許可は得ましたが。カッター使った。カッター使った。ちょっとこれ、こうやって持ってて。お邪魔しますよ。本当にしみっちゃんのだよね。あの、あれがあればしみっちゃんのですよ。本当にごめんね。勝手に開けるよ。あれなんだっけ、あの水色のミラタン。違う人だったら、ちょっとやばない。ちょっと、ちょっと待って、ファスナー。どうなってるの。なんかちょっと しけった匂いがするな。違ってたらさ、大問題ですよ、これ。あ、ミラタンがいました。じゃあちょっと本当に入っていいかな。ほら、ホラーじゃないわ。あんまり照らすとさ、虫が入りそうで怖いんだよ。中で待ってていいかな。入り口に落とし穴、ホップの場所を移動。すげえ賑やかだな、ここ今日。じゃあどうしよう。これ私の方だよね。名前書いてきたんだよね。分かんなくなる。いやだな。取り替えっこなんかしたくない。ちょっととりあえず閉めますよ。なんか本当に中に入ってていいのかな。本当に中に入ってていいのかな。ちょっと持っていって、ごめん。カメラをちょっと持って。畳み方知らない。じゃあちょっと閉めます一旦ね。申し訳ないですから。中に本当に入って待ってていいのかな。暑いよ、中。ちゃんと閉まったよ。よし、お土産。あ、お疲れ様です。お土産買って戻ってくる。あれは、ナナシャンは、ナナシャンどうなった。そう、入っていいって言われたんだけど、
じゃあ入って隠れてようか。静かに待ってようか。一切口聞かず。でもすごいなんか暑いんだけど。帰ってくるんだって今。じゃあ暑いにいればいい。テントの中で待ってていいってね言われたんだけど。遠くから見ろ。はい、遠くから見るって。七島もまだ一緒。じゃあちょっと遠いの。ちょっとこれよっこいしょいちでこの辺からここに車入れられるんじゃない。暗くて一切見えませんけど。ん、いや 見せたい。しみっちゃんのテント映したい。無理だよ、あんなところにあるの。無理だよ。ちょっと暗くてのテントを映すことができません。暗黒法で放送でお送りしたいと思う。海見るかい。速報、清水は七種の尻を舐める。あー、お疲れ様です。ちょっと待って、ロープがある。ここロープがテントに向かってます。テントに向かってる。ちょっと海の方に行きます。なんか全然何にも見えない、真っ暗で。とりあえず海眺めておきますけど。こうするしかないんだ。アロンアルファよりも変な匂いさせておこう。変な匂い出るかな。なんかこういうところがナナシちゃんとの違う。何になんか跳ねたよ。泳いでくればいいんじゃないの。違えないもん。あ、もう海だよ。海行くよ、うん、海行くの。え、だってなんかすごいなんかつくしの凶暴そうなやつ生えてたよ。凶暴なつくしみたいなの生えてて、あんなの踏みたくないよ。裸眼ではすみちゃんのテントが見えてるので。ケアフケアフ見えて便利フルで動いた。これあの MCO どっから帰ってくる。わかんない。でもあの辺からもほら入ってこれそうじゃん。歩いてたんでしょ。歩いてくる。今どの辺だろう。そっから帰ってくるんじゃない。あっちの方に行ったんでしょ。あっちから帰ってくるの。いやでもこう海沿いじゃなくてあそこの車道の方から来るんじゃないかな。分からんけど。ここ行ったんじゃない。このとこ歩いてなかった。そこは海を見た後あっちに戻ってたもん、うん、ラグがすげえ。またか。動かなかったらいいか。いいんじゃないよ。ちょっとだらけで、どうしよう。何をいじったらちょっとラグが解消されるかね。コメント止まりましたな。止まったね。ラグがひどいからか、みんなしみちゃんのところを見に行ってるからか。どの辺おるかね。浮き輪持ってる人がいる。浮き輪持ってる人。え、こんな時間に海水真っ暗だからだろ。しょうがないね。本当にこのここが真っ暗だもん。ここが暗いからこれ以上映せないのよ。ナナシちゃんが積極的でね。あ、そうなん。まだ明るいとこ歩いてる。多分今川沿い。川沿いか。表の大きい明るい通りを歩いてくるんじゃないかなと思うんですけど。カメのモノマネして時間稼ごう。音どうしたらいいの。音お家帰ったらもう一回シャワーに入らないとペタペタしそう。2人で来るみたい。茶っぽいのがそこに来た。え、もう来た。でも向こうの配信見てる人がいるからさ。向こうの配信見てる人は多分上向いている手でさっきの顔つきして。こん
怖い、怖すぎる。ちょっと怖かった、怖かった、怖かった、怖かった。続報、清水舞優準備。警察署の前、警察署ってどこだ？え？警察署ってすぐそこじゃない？すごい、炭火のいい匂いがする。七種逃亡。え、また七種いなくなったの？どうなん？え、七種どこで、七種のキャンプ地はどこなんだろう？富山市に戻るんなら、ちょっとわからん。伝統先輩仕事してますね。お疲れ様です。結局お夕飯を食べたんか、彼は。座り込んでたこ焼き食い始めた。いるよ。いるんだ。じゃあまだ座って待ってていいかな。いいか、もう帰って。海入ればいいんだよ。海入っ、七市復活、おかえり。そうか、じゃあちょっと座っとくわ。まだ来ないんなら、まあ、座って待っとくわ。海にはだって水着もないしさ、着替えもない、は真っ裸で入るってこと？暗いからいいんだよ。スポンポンで入るの？でもすぐそこにさ、浜に行く途中になんかつくしの凶暴なやつが生えとったの。あれ踏んだら痛いって。清水の頭にたこ焼きソースでデコレーションに急いで行こう。持ってない、何もマヨネーズ的なものを持ってないな。この間たまたまうなぎのタレ持ってたけど。さっきの写真ツイートしようか。あと残り11分か。さっきの写真をちょっとツイートしてくるんで、ちょっと。橋を渡った。橋を渡ってきた。そうか、じゃあもうすぐそこだな。ナーシャンを映さないようにしないとね。解放された中東の捕虜みたいな髪とひげを伸び放題ですね、今。オレンジ色の T シャツ着なきゃ。ゆつきちゃんお帰り。清水は絶賛を警戒して嘘、帰ろうか。ラグどころやないで、うん、プツプツ、帰った方がいいかな。今ツイッターをちょっとアップしたから、初めての食事みたいになってるよ。そんなちょっとキャッキャウフフ。いつものところ、フィシャリーナってこと？フィシャリーナかな。そのラグを考えてもまだもうちょっと、ちゃう。どこや、いつものとこって。え、いつものとこってどこかしら。それどこなの。これはキャンプ場のしみっちゃんのテントが監視できる海側のとこで座ってる。清水は意外と空気を読んだ。今ラーメンと曇りとチャーシュー丼ぶり待ちながら見てます。あ、いいですね。そうか、しみちゃん紳士ですね、今日はね。あ、いつきちゃんがいつものところに遊びに来てるってことか。そういうこと？そうそう。あ、了解、わかった。そこから見てくれてるんだね。ありがとう。今日も稼げるかな。誰？ん？84個目のいつきちゃんがいつも遊びに来てるところから私の配信を見てくれてるみたい。暇ら、いやー、これ以上遅く遊びに出ないんじゃない？暇なら
ったかね。あそこ、ゲーム戦。あそこのって。これ以上配信中に言えないな。いつきちゃんがいつも行くゲームセンターに遊びに来ますかって。これ以上多分配信では載せちゃった。反対方向。反対方向。いつきちゃん初耳ですか？え、よく来てくれてる。あ、もね、猫ちゃんいらっしゃい。猫ちゃん、やー。にゃん。ちゅう。ちゅう。そっちの方だ。何時までやっとるん、あそこ。24時間営業なん。清水のテントは17番だ。いや、21の、21です、21。17はさっき通ったけど、21。内緒だよ。え、だって、しみちゃんが自ら、だって、札さらしてたから言ってるんだよ。内緒だよ。しみちゃんが札をさらしてなかったら、私は言わないです。つまんない、眉打ちるが今からやるみたい。ナナシちゃんがいますからね、かっこいい眉を見せていただきたいもんですね。パパラッチャするの。パパラッチャするの。いや、映したらダメだでしょ。もう一人一緒にいる子が映したらいけないから。パパラッチャする。ダメだ、ダメだよ。怒られちゃう。先っちょなんかすごい、一点だけ光が映ってるけど、これなんだろう。クソ滑ってる。クソ滑ってる。何言ったあれやん。違う違う、この手前の、この、そこの明かりの、この手前の。24時まで、12時までだって。3点、それそれ、それ。それそれそれ。3点。そりゃあね、そりゃあまた、ああ、かわいい人。こっちの柵が光っとる。あ、その柵が光当たってんのか。ないしはかっこいい人の前だと滑りますよ。私だってきっと王権を目の前にしたら、空回りばっかりしちゃうと思う。3点って、採点甘め。甘いんだ、3点って。眠たくなってきた。王権。王権、大津賢治氏。そろそろ帰りたいな。あ、行か、行くにしても行かないにしても、LINE でお返事書いときます。これなんかライト持ってこないといけないようなところだった。レイ。バーベキューコーナーがものすごく楽しそうですね。静かですね。いやでもね、右にしみちゃんのテントの前あたりにバーベキューできるコーナーがあるんですよ、ブースが。そこはあの超盛り上がってるよ。来た？すみちゃん上はさ、白いシャツだよ。白いシャツ着てる。うん。おそらく下は、そこは何の場所なの？ヘーチルだ。ここは、歩き始めたよ。歩き始めた。ここはキャンプ場の外側の海の砂浜とキャンプ場の境目のコンクリートの上で座ってます。しみちゃんは多分、おそらく、上がスキーアンダーウェアで、下が、海パンで、クロッカスを履いてるはず。拡大できない、スマートフォンだから、ズームできないのよ。あら、どうしましょう。津波が来たら、はかどりそうだ。津波が来たら、一気に持ってかれません、これ。完全にオバターですよ。うさふーさんの配信とかは、スティック PC に、ね、ハンディカムつけてるときは、ちょっと向こう見てくるわ。いったら、ズームできるけど、これはで、ツイキャスはスマホ配信でも、ズームできるんだけど、これできない。そう、そこにつけばさ、助かるけど、完全に途中で死ぬやろ、多分。あ、
拉致られるってこと？拉致られたら多分スマートフォン回収でしょうな。え？テントの中で待ってればいいの？蒸し暑かったからさ、ちょっと開けたんですけど、蒸し暑かったから外で待ってるんだけど、外で待ってるよ今私。外、まあ前目の前にいる、テントの目の前にいるんだけど、暑いの中。後ろから船が来るよ。ここはですね、日本海側に面していますからね、まあ拉致られてもおかしくないと思いますけど、そちらの国の方だってさ、使える人間拉致りたいでしょ。最高のネタになるのにな。え？清水が3万5千円の。わかったよ。じゃあ、私テントの中で待ってるよ。じゃあ、邪魔ね、ここにいる？清水がゼッちゃんの悪口言ってますな。なんて言ってる？じゃあ、ちょ、わかった。テントの中に移動するよ。なんか、ナナシちゃんに嫌われるかと思って。そこの二人がテント内で交わり合ってて。え、もう、中でイチャついてる？じゃあ、わかった。中で待ってたいと思いますけど。あ、よっこいしょ。よっこいしょ。ナナシちゃんをテントに連れ込もうとしたら、テントの中に絶ちゃんが。わかったわかった。じゃあ、ちょっと、お邪魔しまーすと。これ、中から閉められるのかな？ちょっと待っとこう。ちょっと、今帰ってこないで。ダメよ、今帰ってきちゃったら。閉めてもらおうかな、邪魔に。じゃあ、ちょっとお邪魔しますよ。申し訳ないですね、こんな。私がお邪魔しちゃって。よいしょ。ちょっと待って、クロックスも申し訳ないけど中に置いとかないと。そう、外閉めるよ。これ外の、これ閉めまして、ほう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 、ほーん、テントじゃなんちゅうか以外の。じゃあここで待っとっちゃう。寝袋に入ってましてて、ちょ、棒読みも切るわ、棒読みも切るけど、皆さんはちみちゃんがどの辺まで来てるか私に随時教えてください。じゃあここで待っとくちゃ。暗いから何も見えんと思うけど、今テントの中に。寂しい。え、これ本当に5人寝れるかな。寝袋ない、暑いんだよ、この中で。あと30分過ごせるかどうか厳しいぐらい暑いですね。締め切ってるから。